今日はですね、番組前半はエイリーと曲作りのコーナー、イエーイ、第2弾だね。第2弾、そうなんです、リスナーさんから寄せられたアイディアをもとにエイリーが曲作りに挑戦する企画です、はい、前回ね、プールのお化け、はい、やりましたけど、はい、今回2作目は、ラジオネーム陣内優斗さんから届いた音源をピックアップしていきたいと思います。はい、陣内優斗さんからのメッセージ、朝のイメージで作りましたということで、はい、あのアイデアいただきました、エントリーありがとうございます。じゃあ早速ね、陣内優斗さんが送ってくださった音源を聞いてみましょう。どうぞ。はい、ということでね、朝爽やかな、ね、爽やかですね、メロディーだね、鳥、鳥が飛んでいく感じがしましたね。なんか平和な、なんか目覚めのいい感じの、私はなんか太陽がゆっくり昇っていくみたいな、結構壮大な感じですね見えたんだけど、まあということでちょっとここからね、はい、じゃあなんか、はい、もうね、勝手にすいません、私がなんか思いついたものを今日は持ってきました。はい、でじゃあね、ちょっとまあジャストアイデアなんだけど、はい、こんな感じでどうかなと思って、陣内優斗さんの今聞いていただいたやつは、はい、表紙もちょっとゆったりめだし、うん、なんだろうね、4拍子だったかな、しら、なんかルバート目、うん、ルバートの感じ で、うん、ね、フリーな感じで弾いてくださったんですけど、うん、私はこれをちょっとじゃあジャズワルツっぽくしたら、イエイ、どうだろうかということで、昨日みんなに夜中の1時ぐらい目を送って、はい、あのほぼ初見大会なんですけど、そうですね、うん、うん、なんかね、ジャズワルツだから、せっかくだからりっちゃんに、りなさんにあの、はい、ピアニカ でタクトにはあの椅子とブラシで、はい、僕椅子です。椅子をブラシでちょっとなんかじゃあ、まあ、これは私のアイディアで適当にちょっと膨らましたものを、じゃあぜひ皆さんに聞いてもらいたいと思います。はい、どれくらいかな、テンポ、ダーン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 、これくらいいいかな。はい、はい、ではちょっと一回やってみますね。うん、できるかな、ジャストアイディア、ドキドキ、繰り返しね、繰り返し、はい、リピートね、一回、うん、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、はい、みたいな感じ。イエーイ、ありがとうございます。どう、夕日、いいですね、夕日見えた、夕日じゃない、間違えた朝日だった、朝日まあなんか確かに夕日っぽさもなんか出ましたね。爽やかで、爽やか、どう、なんかある、なんかある、なんかこの17小節目ぐらいの、なんかてで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 、いいですね。そう、これもうあの、これ全部音符にこれコードつけよう、そしたらここ何、ここね、ここ、ここだけ、あ、めちゃリハをするみたいなでもそう、私のお気に入りポイントだった、うん、まさに、ね、全部つけよう、この音符にコードのリハをしようじゃあリハもリッチャーにお願いします。アバンギャルドの感じに、全然朝じゃない感じになる可能性が、そう、なんかまあもうちょっと続き合ってもいいのかなとか思ったり、そんなことない、なんか B に行くみたいな、そうね、なんかもうこれはこれで一個さ、うん、なんか、うん、そうです ね完成して、このままソロセクション行っていけそうですよね、普通にリードシートみたいな感じで、よかった、なんかよかった、いいですね、このね、
間違えた。そこね、あそこね。で、いいね。いきなりここまでさ、うん、あの一つの調なんだけど、ここでいきなり転調してるのさ、はいはいはい、すごく悩んだんだけどさ、うん、でも全然違和感いい。めっちゃ自然だった。あ、本当？うん、嬉しい。ただ自分のあの自己満足になっちゃう。このさ、ミシソラシドレミソって上がっていく感じも、あの、うん、ね、原曲のこう静かな感じからまた発展してる、うん、確かにところが素敵だと思います。素敵。そう、このタラララをもう結構最初の方繰り返して使ったりとかしてたんだけど、確かにそこから今、はい、ね、違うものが、そう、りっちゃんからそう言ってくれたところから違う世界にちょっと行くみたいな感じの勢いをつけるためのセクションでした。素敵です。ということでね、はい、まあじゃあちょっとそんな感じで続きもしかしたらやるかもしれないし、はい、リハモもするかもしれないし、はい、ここからまたちょっとエイリーでこの曲について考えていけたらと思います。はい、はい、完成したら番組でご報告しますのでどうぞお楽しみに。